どうもこんにちは、松井塾の松井です。という形になります。国籍問題についてちょっとお話をしていくわけなんですけれども、大学受験の状態ということになるんで、まあ、これぐらいの知識は知っておきましょうという形になります。無国籍問題というのをやっておきます。つまり、まあ、我々の感覚からすると、普通に生きて、普通に自然に生きている場合に関して、日本で住んでますっていう状態で、まあ、無国籍になるっていうケースは、ほとんどのケースないんですが、ほとんどのケースとしてないんですが、確かに。現実問題としては、絶対にどんなに完璧な法律を作ったとしても、例外っていうのは絶対人間の社会に出てきちゃうんです。で、出てきて、問題になってくるのはこちらで、無国籍問題という形になります。全部が全部そうじゃないんですけど、全部が全部そうではないんですけど、一番わかりやすい例で言うと、どこの誰かわからない状況に陥った場合は、この無国籍問題が発生します。わかりますか？つまり、例えばもし仮にですけど、お父さんとお母さんがいました。で、外国にいて、まあ、日本に来ました。で、日本に来て、まあ、子供をたまたま出産する機会がありました。で、出産しました。というふうな形になったとしますよね。出産しました。という形になります。で、その何らかの手違いか何かの状態で、その赤ちゃんが行方不明になってしまいました。もしくは、お父さんとお母さんが突然どっかに消えてしまいました。みたいな状態が発生したとします。仮に。この場合どうなるかっていうと、つまりどこの誰かわからない状態ということです。日本だと発生しにくいんです。要は届け出とか、いろいろこういうのをやりますとか、いろんなパターンやケースっていうのがいろいろあって、手続きっていうのが結構ガチガチにやってる国なんで、あれなんですけど、海外とかだと、なんか赤ちゃん取りに来ないんですけど、どうしたこれみたいな状態になったりとか、確か外国人だから何々のやつなかったよねとかになったりって結構あるらしいです。私も正確には詳しくは知らないんですけど、そういうケースっていうのがあります。で、それだけじゃなくて、戦争や紛争に巻き込まれたとか、境界線上になったとか、新しく国が独立したとか、そういうふうな形で、もう代々要するに無国籍が続いてしまっている家系に含まれてしまったとか、様々なケースやパターンが考えられるんです。様々なパターンや考え方があって、いう形になります。で、この状態がポイントになるんですけど、どこの誰かわからない状況に陥ってしまった場合、この無国籍状態が発生しますということになります。で、一応、この無国籍状態が発生しないようにするために、一応すべての国、まあすべての国ではないな、まあ、大体の国ではこの無国籍状態が発生しないように法律が整備してくれてます。今のところ。はい、ある程度はしてくれてます。ただ、やっぱりその問題になってくるのはそこなんですけど、じゃあ、そのどこの誰かがわからない状況の人を、その国が積極的に受け入れるかっていうと、なかなかそういう国ばっかりではないんですよ。まあ、みんなに、すべての国にもお金が潤沢にあって余裕があって、どこの国行っても、まあ大体安全な水が飲めて飯が食えてっていう状況なんだったら、こんな状態っていうのはすぐ解決できるのかもしれないんですけど、やっぱりこのどこの誰かがわからない状況っていうのは、やっぱりそのなかなか受け入れたくないっていうか受け入れたくないっていう形になったりするケースが多いんで、このなかなか無国籍問題って結構一番深刻な問題なんですよ。国籍問題の中でも。で、国籍問題の中でも一番深刻な問題だけど、みんな誰も知らないんですよ。誰も知らないんですよ。だからこの無国籍問題をどうするかっていうふうなことをしたために、要するに血統主義をやっている国であったとしても、血統主義で基本はやりますよっていう国でも、部分的に例外的に出生地主義を入れてるという形になります。いいですか？出生地主義を例外的に入れてるというふうな形になっているんで、この無国籍状態をできるだけ直しましょうということ。だから 100% 完全に血統主義の国ばっかりっていうのは、あんまないんです。だから、部分的には例外は認めますよと。例外は出生地主義を認めます。これは大体国際的なグローバルスタンダードです。どっちかというと。だから、日本でもそうだし、中国とかでもそうだとはずです。はい。というふうな形になります。だから、この無国籍問題は世界各国が国際的に協調し合って、なんとかして解決していきましょうというのが、この無国籍問題というふうな形になります。よろしいでしょうか？はい。それではね、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。次回は二重国籍の問題をちょっと取り上げて、まあ、この国籍問題を全般的に終わらしたいな、というふうに思います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。